ね、普段ね、OL さんのお仕事もされながら、セラピスト活動もやられてるから、両方に生きてくると思うんだけど、お仕事の方も、やはりどう？これ、スクールで学び始めてから、今もおっしゃってたけど。はい。もう仕事でも、そうなんですけど、必然という、まあ必然というか、すごく段階を踏んでなんですけど、気づいていくと、相手にすごく集中して話が聞けるようになったなっていうふうに、感じます。それによってお客様との距離が、あんまり時間をかけずにギュッと縮まるなというふうに、仕事にも十分に活かされているなというふうに感じています。相乗効果なのね。その普段の仕事がやっぱりセッションにもつながってくるし、相乗効果で動いていくから、でもそれはもうヒロミさん自身が実践を本当にされてるからだと思うよ。ありがとうございます。